どうもドッグトレーナーゆきです。今回はこれまでの動画のコメント欄にいただいた皆様からの質問にお答えしていきます。今回はシャンプーと歯のケアに関する質問をまとめました。あなたの質問が回答されているか、ぜひ最後までご覧ください。一つ目の質問は、目や鼻、耳の中に水が入りそうで怖い、顔周りを上手に洗う方法を知りたい。顔周りのデリケートな部分は水が少しかかっただけで嫌がる愛犬も多く、洗うのが難しいですよね。シャワーの勢いが強いと顔や耳に水が大量にかかり、愛犬を怖がらせてしまうので、シャワーを使う場合は水圧を弱めることが大事です。またおすすめはスポンジやガーゼを使う方法です。スポンジやガーゼにお湯を含ませて撫でるように顔や耳を拭くと、愛犬を怖がらせずにお手入れできます。耳は根元から先端に向かって撫でるように濡らしましょう。耳の内側はスポンジを固めに絞って水分を少なくすれば、耳の中に水が入る心配もありません。鼻や口の周りを洗うときは、鼻に水が入らないように少し上を向かせてください。犬は多少の水なら目に入っても平気ですが、鼻に入るとむせてしまいます。下を向かないように愛犬の顎に手を添えて、鼻先から口角に向かって撫でるように拭きましょう。目も目頭から目尻に向かって撫でるように拭いてください。顔周りは狭い範囲を少しずつ丁寧に拭くことを心がけましょう。また全身を洗う時も同じですが、意外と大事なのが声かけです。急に目の周りを拭いたり、何も言わずに顔を上へ向かせると愛犬を驚かせたり不快感を与えます。顔にガーゼを当てる前に、洗う場所を手で軽く触れながら声をかけると愛犬も心構えができます。ちなみにお湯で洗うだけでも十分汚れは落ちるので、顔周りだけお湯洗いで済ませても問題ありません。シャンプーを使用する場合は、少量の水でモコモコの泡を作り、泡を顔に少しずつ広げるだけで OK です。余分な泡を指で拭ってから、水を含ませたスポンジやガーゼで拭き取ってあげましょう。シャンプーが残らないように優しく拭き取る工程を繰り返してくださいね。2つ目の質問は、ドライシャンプーの使い方を教えて。ドライシャンプーは一般的なシャンプーと違い、水を使わずに愛犬の皮毛や皮膚をきれいにできます。体を濡らさなくていいので、お風呂が苦手な愛犬や病気や高齢の愛犬にも負担が少ないです。足先やお尻周りなど部分洗いにも使いやすいメリットもあります。ドライシャンプーは主にスプレータイプと泡タイプの2種類ありますが、基本的な使い方は同じです。ドライシャンプーを愛犬の体に直接吹きかけるか、手に取ってマッサージするようになじませましょう。一度にスプレーを大量にかけたり、泡をつけると紐が濡れすぎて乾くまでに時間がかかります。愛犬が不快に感じたり、寒い季節は冷えてしまうので、背中、前足、尻尾など体のパーツごとに吹きかけてください。スプレーや泡を体になじませたら、タオルで拭き取り、最後にブラッシングで毛流れを整えて終了です。3つ目の質問、地肌を洗えるように人間用の頭皮ブラシでこすってもいいの？ブラシを使って愛犬を洗う場合は、ブラシの先端が柔らかいもので、ブラシを当てた時に愛犬が嫌がってなければ使用しても OK です。ただ犬の皮膚は人の皮膚の3分の1以下と薄く、赤ちゃんの肌よりデリケートなので、ゴシゴシこするのではなく、マッサージする感覚でブラシを軽く当てる程度にしましょう。4つ目の質問、犬の歯のケアは歯ブラシとガムどっちがいいの？歯ブラシとガム、どちらも歯のケアに役立つアイテムですが、犬に多い歯周病を防ぐには歯ブラシでのケアが重要です。その理由は、ガムだけでは歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の隙間の汚れを落とせないからです。そのため歯ブラシで毎日歯を磨くことが理想ですが、歯磨きが苦手な愛犬はガムと併用しながら歯のケアを行いましょう。またガムを与える場合は、誤飲を防ぐため飼い主さんが手に持ち、特に汚れが溜まりやすい奥歯を中心に噛ませてくださいね。今回の回答は以上で終了です。皆さんも疑問や質問がございましたら、
ぜひコメントで教えてくださいね。お答えできるものは今後の動画で少しずつ回答していけたらと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。